ガイディングライトとは1937年に始まった米 NBC のラジオドラマに橋を発し、後に CBS にてテレビ放送されていたソープオペラである。略称は GL。制作はプロクターギャンブルプロダクションズ。1937年1月25日に NBC ラジオによって連続ラジオドラマとしてスタート。 1952年6月30日からは CBS でテレビ放送されるようになった。2006年9月7日の放送分で通算1万5000回を突破。現在イギネスブックでは世界一長寿のドラマと記載されている。データイムエビー賞の作品賞では3度受賞している。しかし、視聴率が低迷したため2009年4月1日、CBS は 同年9月18日の放送をもって終了すると発表した。ロンゲストランニング TV ドラマアーツメディアギネス世界記録2009年7月21日閲覧ザガイディングライトザオリジナルオールドタイムラジオ BBS 2009年7月21日閲覧エイリスト・オブ・ガイディングライトエステーマ・ソングスデータイム ソープオペラテーマソングズメインタイトルズページ2009年7月21日閲覧72年続いた世界最長ドラマに終止符視聴率低迷でロイター httpjp-roiter.com アーティクルエンターテインモントネズイジプジャパンマイナス -37 兆2952億29400に2011年2月14日閲覧 ありがとうございます。